あなた勇気があるのね。老師相手に立ち向かうなんて普通できないわ。あれ？何その子？知り合い？前に老師に絡まれてたところを助けてもらったんです。ねえねえ、よかったらお団子をご馳走させてくれない？この間のお礼に。行ってきたらいいんじゃない？たまには息抜きも必要でしょ。構わないよ。正直言って、君がくっついてきても何の役にも立たないしね。近くを一回りしたら迎えに来るから、ゆっくりお茶でも飲んでおいで。さあ行きましょう。あそこのお店、お団子が美味しいの。詳しく聞かせてもらいたいんだけど、あなた今日の生まれじゃないでしょ。なのにどうしてここにいるのかなって。あとは女の子のあなたがなんで新選組にいるのかってことも。
何か悩みがあるんでしょ。そういう顔してるわ。よかったら話してみて。相談に乗れることがあるかもしれないし。そういうことだったんだ。私と同い年くらいなのに苦労してるのね。お父さんの外見とか特徴を教えてくれる？島原には知り合いがいるの。あそこには都中の情報が集まってくるわ。あなたのお父さんと同一人物かはわからないけど、最近怪しい連中が島原でよく会合を開いてるらしいっていう噂を耳にするの。その中に剃髪の男性が紛れてたって聞いたことがあるわ。あなたのお父さんと同一人物かはわからないけど、もし島原に行くつもりならいつでも声をかけて。あそこには顔が利くからきっと力になれると思うわ。なるほど、話は分かった。報告ご苦労、雪村。俺たちもうさんくせえ連中が島原界隈をうろうろしてるらしいって情報は掴んでた。ただ島原は場所の性質上どうしても御用改めがしにくくてな。証拠もねえのに怪しい客を片っ端から踏んづかまえるわけにもいかねえし、どうしたもんか対処に悩んでたとこだ。なあ土方さん、こういうのはどうだ。なんだよ新八、いい考えでもあんのか。俺がこの肉体美でその怪しい奴らの座敷に呼ばれた姉ちゃんを惚れさせて情報を引き出すんだよ。てめえなんぞの話を真面目に聞こうとした俺がバカだった。芸者のお姉さんを惚れさせるなんてできるはずねえじゃん。いつも散々金使わされた挙句袖にされてるくせに。ちょ、なんだよその反応。俺は真剣に言ってんだぞ。女ってのは惚れた男の言うことなら何でも聞くもんだろうが。そんなの何十年かかると思ってんだよ。芸者ってのはただでさえ口が堅いのに。そんな面倒な真似するより芸者に化けて客から直接情報を引き出す方が早いだろうが。なるほど、確かにそうだが、一体誰がそんな役目を受け負うんだ。新選組には揚げ屋に潜入できる女性など。君が？しかし嫁入り前の若い女性にそんなことをさせるわけには。反対だよ、絶対反対。
島原の客って酔っ払いばっかだぞ。何されるか分かんねえって。いいんじゃない、面白そうだし。芸者の格好したこの子の姿なんて想像つかないけどね。お前がそんな真似する必要なんざねえよ。万が一のことがあったらどうすんだ。いらっしゃい。準備して待ってたわよ。何言ってるの、頼りにしてくれてすごく嬉しいわ。お久しぶりどすな。まさかこんなお願いされるとは思いまへんどしたけど。姫様には昔からようお世話になってます。早速準備しましょうか。こっちの控え部屋に来て。着物持ってきたから着替えましょう。きちんとお化粧もしなきゃね。早速着てみて。あなたに似合いそうなのを二人で選んできたんだから。大丈夫、すっごく綺麗になったからきっとみんなびっくりするわよ。お待たせしました。すごく美人になりましたよ。なあ、そこにいるのってお前なのか。いや、そんなことねえって。むしろ、いや、驚いたな。着物や化粧でこんなにも見違えるとは。普段の君とは別人のようだな。かなか似合ってるんじゃねえか。そのまま雑誌に出ても違和感ねえな。へえ、化けるもんだね。一瞬誰だかわからなかったよ。元がいいからな。綺麗だぜ。嘘だろ、いつもとまるっきり別人じゃねえか。
俺が今まで見てたのは一体…あなたには芸者として炭屋に詰めてもらうことになるわ。本来ならそうどすけど、素人のお嬢さんにそこまで求めるのも酷やし、お酌だけで結構どす。もし何かあったら、豚所まで文をよこしてくれ。手紙を受け取った大使を客として行かせるから、その時に状況を詳しく報告してくれりゃいい。念のため、斉藤と山崎を炭屋に待機させろ。もし万が一の事態が起こったら、奴らに助けを求めろ。いいな。しかしこの炭屋には新選組の幹部どもも頻繁に訪れると聞きますが、祇園の方に出かけた方が良かったのでは。知ったことか。時流を読めぬ幕府の犬など恐るるに足らん。やつらにはいずれ目に物を見せてくれるわ。愛情かかりましたえ。向こうの広間に行ってくれはりますやろか。それはいかはったらわかります。さ、はようお行きやす。そんな堅苦しい挨拶しなくていいって。ほら、顔上げて。よう、邪魔してるぜ。何度見てもその着物がよく似合ってるな。こんばんは。それはまあ、今日のタイムも無事に終わったことだし、明日への活力をつけようと思ってよ。今日は俺のおごりだ。感情は気にせず、好きなだけ食べてくれ。近藤さん、よく言った。そんじゃ遠慮なく、品書きに載ってる一番高いものから食わせてもらうぜ。
今は難しいこと気にせず楽しんでやれよ。根詰めすぎんのもよくねえだろう。どうだ、楽しんでるか。なあ近藤さん、あれやってくれよ。あれまだ彼女には見せてねえだろ。そうだな、よし任せてくれ。種も仕掛けもないこの拳があっという間に消えてしまう大奇術、よく見ててくれたまえ。待ってました、妖怪大口男。色町でわざわざこれを披露するあんたの男気に惚れた。女にモテる気なんてかけらもんなし。近藤さん、喋るんなら口から原骨出してからにしようぜ。おい、どうした？ちゃんと見てやらねえと近藤さんがかわいそうだろ。あいつはほっとけ、心配するほどのことじゃねえから。東堂君、どうしたんだね。ここの料理は口に合わんか。別にそういうわけじゃねえけどさ。平助のことだから、どうせ拾い食いでもして腹壊したんだろ。ったくしょうがねえな。新八さんじゃあるまいし、そんな真似するかよ。なんでもねえからほっといてくれって。なんだよ、人がせっかく心配してやってんのに。可愛くねえやつだな。なあ、ちょっと平助の相手してきてやってくれるか。なあ、そうすりゃすぐに機嫌直すと思うからよ。面倒かけて悪いな。いや別に何でもねえよ。だから具合が悪いわけじゃねえんだって。そんじゃ一杯もらおうかな。
そんなこと言ってねえだろ。別に悩みなんて。いや、そうじゃねえって。他の人じゃダメっつうか、お前が他の座敷に行っちまうなんてもってのほかで。こんなところにいるなんて我慢できねえ。だからお前がそんな格好して島原にいるなんて嫌なんだよ。やっぱお前がここにいるなんてダメだ。決まってんだろ、豚所に帰るんだよ。最初から反対だったんだよ。綺麗になったお前の姿を見られるって言うからこうやってのこのこついてきちまったけど、やっぱお前がこんなところにいるなんてダメだ。俺は絶対に間違っちゃいないはずだ。新選組の幹部連中がこの店に入っていったってのは間違いねえんだな。ああ、絶対に見間違えるはずがねえ。今頃は酒かっくろっていい気分になってやがるはずだ。なるほど、奇襲をかけるなら今のうちってことか。なんだお前ら、何の話してやがる。こいつ、さっき店に入った新選組の一味だぜ。もしかして、豚所襲撃の話が漏れちまったのか。豚所襲撃だって。構わねえ、やっちまえ。殺すのが早いか遅いかの違いだけだ。おうおう、いい度胸してるじゃねえか。
新選組八番組組長東堂平助の前で刀を抜いたってことは覚悟はできてんだろうな。お前は店の中に隠れてろ。大丈夫、俺はこんな奴らには負けたりしねえから。おい平助、戻ってこいって。彼女を店から連れ出しちまってどうすんだよ。たくしょうがねえやつだな。お前の気持ちもわからねえでもねえが、しょうがねえことだろうが。なんだなんだ、このいかにも人相の悪い野郎どもは。見ての通りだよ。こいつら新選組の豚商を襲撃する計画を立ててるんだってさ。そりゃまた結構なこった。物事を円滑に進めるには綿密な計画ってのが必須だからな。しかしよりによって俺たちの馴染みの店で会合を開くなんて、間抜けにも程があるんじゃねえか。構わねえ、全員やっちまえ。新選組幹部の首を手土産に凱旋するぞ。いきなり。そうかな。お前ら先に行っててくれるか。ちょっとこいつと話したいことがあるから。実はさ、違うんだ。時はさ、お前が芸者の格好してああいう場所にいるのを見てるのが嫌で、いやそういうんじゃなくて、つうかお前の着物姿は今まで見たどの芸者さんより綺麗だったけどよ。ってさ、客の男に酌したり媚びを売ったり、そういうのが仕事だろ。自分でもガキくせえって思うけど、お前が他の男とそういうことすると思ったらなんかすっげえ嫌で、それ以前にあんだけ可愛いお前の姿を他の奴らに見せること自体嫌だし、
俺がこんなこと言う筋合いねってことは分かってるんだ。ただ、なんか…本当か？そっか。ありがとう。あのさ、いつかまた女の着物を着る時が来たら、その時は他の奴らのいねえところで俺だけに見せてくれるか。よっしゃー。そんじゃ今日も張り切って巡察するか。早く行こうぜ。